ピエール・ダンセレアウ、ピエール・ダンセリューは、カナダの植物学者、環境学者である、ケベック州のウトラマンで生まれた。ヨーロッパで学び、ジュネーブ大学で、1936年に農学の学士、1939年に科学の博士号の学位を取得した。カナダに戻り、1939年から1942年の間、 モントリオール植物園で設立者のマリー・ビクトラン、神父のもとで働いた。1943年から1950年の間はモントリオール大学の講師として働いた。1950年からミシガン大学の植物園で働き、植物学の教授となった。1955年から1961年の間、モントリオール大学に戻り、教授。 植物学研究所の所長を務めた後、ニューヨーク植物園の副園長、コロンビア大学の植物学と地理学の教授を務めた。1972年から1976年の間、ケベック大学モントリオール校の科学環境研究所の所長を務め、モントリオールミラベル国際空港の建設に伴う環境への影響について調査し、その後もカナダにおける 環境保全のために活動した。1949年にカナダ王立協会のフェローに選ばれ、カナダ政府の芸術評議会のモルソン賞や、ケベック政府のマリー・ベクトラン賞、カナダ王立協会の同村メダルを受賞した。ドンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ピエール・ダンセリューを示すのに使われる。ありがとうございます。